にちは、のり太郎です。今回は速報ということで、東インド会社からモハル金貨の2022年版が発売されましたので、限定100枚ということで、希少性がだいぶあるんじゃないかなと思います。11g ぐらいなんですけど、だいぶ地金価格に近いような価格で売ってるので、だいぶお得じゃないかなと思いますので、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらご確認ください。じゃあ失礼します。